倉敷美観地区に近い場所に完成した展示場鉄骨二階建ての建物の1階に展示されているのが大阪・関西万博への出展を目指す空飛ぶ車ですこちらが明日一般公開される空飛ぶ車です実際にこのように乗車もでき中に入るとゆったりとしたスペースが広がっています プログラミングされたコースを自動で飛行するため、車内に操縦桿などの装備はありません。展示場では一般の人も乗車でき、運営する倉敷市の一般社団法人マスクは、市民だけでなく国内外の観光客にも訪れてほしいとしています。 車と,という新しいテクノロジーが本当にいろんな技術、夢が詰まってますのでそんなことを2025年万博にも向けていろんな技術を体験して知っていただきたいなと思いますまた場内には実際に飛行した時の景色を VR で楽しめるコーナーも設けられています。 瀬戸内海は空飛ぶ車の実験そして実証運行には最適なエリアと私たちは思っています島と島とをつなぐような観光あるいは瀬戸大橋のようなものを空から見るこんな体験がこの倉敷から発信できればと思っていますマスクは今後も飛行実験を重ね再来年ごろに瀬戸内海の遊覧飛行を実現させたいとしています 展示場はあす午前10時にオープニングセレモニーが行われ午後からは一般の人も入場できます。